先生の3つっておっしゃってませんでした？はい、で、だからこれが標準です。あ、1つ目だったわけですね、今のね。で、次はそれのバリエーションの話をするんです。おお、はいはいはい。で、次はアメリカ映画。ああ。で、これはね、エレメンタリーという映画なんですよ。ええええ。で、エレメンタリー、ホームズ&ワトソン・イン・ニューヨークというんです。おお、はいはい。で、これはアメリカ映画ね。で、これはね、ある意味とんでもないといえばとんでもないですが、ホームズは、いや、名前はね、シャーロック・ホームズと言うんですえよ。で、これはね、英国人という設定なのよ。えええ。おお、ええ。で、英国で、まあ、スコットランドヤードで、まあ、いろいろコンサルティングしてたんだけど、まあ、なんかで、その、ニューヨークに来たんですよ。で、いや、なんかで来たっていうのははっきり理由があってね、彼はやっぱりね、麻薬中毒、コカイン中毒でだったね、英国でね。で、父親が、なんとか治したいというので、アメリカの矯正施設っていうのがあって、で、そこに、まあ、押し込んだわけですよ。まあ、そういうところから始まるね。で、お父さんがものすごい金持ちで、で、ニューヨークに、まあ、会社の支社もあって、てか、ニューヨークに家があるね。で、だから、そこに住まわせてるという話なんですよ。それはまところたが、原作とは全然違う話ってこ全と然ですか？違うのよ。だから、ホームズ、創作なんですね、じゃあ。ただね、ホームズ、いや、話の、いろんなところにね、なんちゅうかな、原作のね、面影が出てくるのよ。ああ、はい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 。だから、全くのね、創作ということもない。で、かつね、主演がそのシャーロック・ホームズといって、まあ、その男ね。でね、ジェーン・ワトソンっていうのが出てきてですね、これがね、女性なんや。そのしかも中国人の女性なんや。まあ、この辺が、ちょっと、まあね、ひねってるんや。それからね、ニューヨークのね、まあ、ある警察のね、警部がおるんやけど、これがね、グレグソン警部っていうんや。で、これはね、実は原作ではね、やっぱりね、グレグソンっていうのはおいるわるんけですね。ね。うん。スコットランドヤードのね。で、まあ、それをもじってるわけですよ。うんうん。うん。とか、そういうふうにですね。で、もじってるわけ。で、原作ではね、ものすごい悪役が出てくるんですよ。それがね、モリアティ教授っていうのよ。うん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 。で、これはね、原作ではモリアティ教授は一作にしか出てこないの。のほほほほ。で、そこではね、彼は教授っていうんだけど、これは天体物理学者ね。私と同じく。だから彼はね、小惑星の運動の論文があるという、そういう設定なんや。で、彼はね、ロンドンのね、悪の帝王なんや。という設定なんだけど、実は一作しか出てこないんや。原作ではね。それは原作の方でですね。原作では。で、ところが、さっきのジェレミー・ブレッドの映画では、これが、まあ、日本出てくるんや。で、今度のエレメンタリー・ホームズ・アンド・ワトソンでモリアティが出てくるんやけど、これは、ネタバレになるから、これは言いません。そうですか。これはまたね、凄まじい、まあ、どんでん返しの話で、まあ、モリアティは、まあ、悪の帝王なんだけどね。だから、この話が、もう、おすすめかどうかということに関して言えば、まあ、ホームズものは全部知っとるよと。で、見て、という人がね、で、アメリカ人のね、のハリウッドはね、これをどうね、ひねるんやというふうな見方で、ああ、まあ、こんなやり方やっとるかと、ね。で、だから現在ですからね、だからスマホを使って、だから犯罪捜査にですね、ハッカーを使ってですね、ハックするとかいろんなことやるわけですよ。ただ、その、ホームズの、キャラクター推量ってね、本当の原作でね、それはジェレミー・ブレッドもそうだけど、まあ、麻薬中毒というのが一つありますよね。それからね、このブレーキ余りないというところね、本当にブレーキ余りね、こんな人間ね、本当どうしようもないよね、という。で、自分が頭がいいっ
ていくと、で人はみんなバカだって思ってるわけよ。あ、ワトソンにだけは敬意を表してるんだけど、だからこの映画でもね、もしワトソン女性にしてるけどね、絶対ワトソンには手をつけないのよ。へ、それ手をつけてしまった話がね、ややこしくなるからね。というふうな、まあそういう話の設定で、だからその辺は安心して結構ですよ。二人の間のややこしい、そう、男女関係は成立しませんから。先生、三つじゃなかったでしたっけ？で、三つ、で、三つ目。あ、もう一つあるんですね。はい、で、これがまたね、面白いのよ。今度はこれ。